何起こんない。今まであんまそういうことしなかったよ。なんか違うかな。いやいや、ちょっとさ、でもほらまた、うん、久しぶりだな、春日。超えちゃうんですよね、書いてる側を。お楽しみに。新体制として走り出した龍が如くスタジオ。なんか変なカルチャーライズをしてる気がするんだよ。今回はゲーム作りのディープな議論を深掘り、山積みとなったさまざまな課題、スタジオが導き出す答えは、そして桐生一馬のボイス収録にも潜入。龍が如くスタジオ、戦いの軌跡。2022年3月今日なんですけれども、この後のチェックで背景とキャラとイベントを見ていただく形になります。まず背景からです。2014年に発売された龍が如く維新をリメイクする極み。各パートの進捗を確認する会議が行われていた。まずはゲームの背景部分の確認から。土佐良妻。いや、すごい、すごくなったね。綺麗ですよね。雰囲気がすごい良くなった。すごいね。グラフィックの改良が順調に進んでいるようだ。はい、じゃあ次キャラお願いします。議論はキャラクターのデザインについて。中野秀夫演じる武智半平太、その白髪に違和感を感じた横山。うーん、眉毛が悪目立ちそうだな、少し。眉毛さ、ちょっと落としたり、白すぎたりとかしますね。ここまで全部白必要があるのかっていうのもあるじゃない。例えば俺をしたって、ここのこっちは白いけど眉毛は黒いわけだから、まあどういう白髪なんだってのもあるけど、そのなんかやっぱただでさえ嘘くさいシーンなんだけど、より嘘くさい。ああ、なるほど。だからちょっと白髪混じり、黒い毛も混ぜ合わせながら調整してます。続いて議論となったあるキャラクターが。マックです。誰？篠塚です。流通ぐらいからずっといるキャラで、ガラケーのブログとか教えてくれたキャラです。いたね、いたいた。ゲーム内で写真が撮れる機能のため登場させるキャラクターだというが、写真を撮る機能はぜひ欲しいって言われてます。維新の時代にこの当時あったカメラマンとしてこの男が出てきて撮るわけでしょ。はいはい。っていう設定があるんだったら、それをじゃあどうやって現像するんだって、ミニゲームまであったら俺的にはなんとなく、なるほど、時代と合わせてこうやって明治の入り口を描いてきたのねってのがあるんだけど、そういうのがなんかないんだよ。ただでさえリメイクっていうそのビハインドがある中で薄いと思うよ、考え方が全部。キャラクターを安易に登場させているのではという懸念をぶつけた横山。しかしそこにはチーム作りへのこんな思いがあった。よくマネジメントとかって、その人を褒めてあげるとか、いつも見てるよって言ってあげるとか、なんかこうあるじゃないですか。一切しないんだよね俺。そうじゃないんだよ。作ってる人間がモチベーションの上がる仕事を用意するかどうかだけだと思う、トップは。やってよかったなって思える、仕事を用意してあげることがやっぱ大きいチームビルディングの肝なんだと俺は思うんですよ。だからトップに立つ人は多分成功させないとダメなんだ。成功させることがやっぱ仕事なんだよね。そうすると結果辛くてもオーライになるじゃん。みんな当たり前だけど報われるんだよ。俺たちが報われるってやっぱ給料が上がることだけじゃなくて、やっぱそのさっきも言ったけど、売れるか売れないかとか、その世間にどんだけ影響を与えられたかだから。プロジェクトを成功させるのがトップの仕事。その成功のために妥協はしない。キャラクターの確認が進む中、さらに議論となったのが。なんか辰巳に見えねえな。なんでなんだろう。実際こんなイメージ。辰巳って、そうか。
何を持って立つねえかっていうと、上に来てるスカジャンなんです。そうです。スカジャンで物持って振ってて、これ確か壊し屋なんだよ、ね、だからそれで立つねえってやっと認識できるんです。そうですね。ってなった時にこれ結構きっちりぞ。そうですね。そう、立つねえにしたい理由ってあるの、このキャラ。これも、SOA から人気のキャラだと言われてるというのが。SOA とはセガのアメリカ法人のこと。海外ユーザー向けに SOA から意見をもらっているというが、 SOA が言ってることはいいんだよ。彼らはリクエストとオーダーをしてくる組織だから、うん、実際人気があるかどうかっていうのは彼らなりの調査をやった上で言ってるわけ、はい、開発っていうのは真に受けて作っちゃダメなの。なんか変なカルチャライズをしてる気がするんだよ。龍が如く維新のリメイク版タイトルは海外の市場を意識して制作が進められていた。龍が如くスタジオでは海外ファンをどう捉えているのだろうか。やっぱり日本では通用するけれども、海外だとちょっと形を変えて伝えないと伝わりづらいだったりとか、まあなんかこうよくカルチャライズとかって言われるんですけれども、まあ、そういったものも全部こう一旦吸収しつつ、常にこう最適解を考えてアプローチしなきゃいけないような時代になりました、はい、前作龍が如くセブンの時にはちょっと思い切ったその改変をしたんですけども、そのキービジュアルっていうゲームのパッケージの、あれ今までこう日本はキャラクターの顔を並べるような作り方でずっとシリーズやってきたんですけども、海外版ライクアドラゴンっていうタイトルはもう海外のデザインベースでそのパッケージを作ったんですね。今まであんまそういうことしなかったです。やっぱ日本のものをそのまま海外のロゴに変えたりとかっていうものがあったんですけど、結構大きく舵を切って海外のファンの新しい人たちに刺さるようなアプローチでチャレンジしたりとか、でもそれ本当に評判良くて、龍が如くセブンの海外版を、まあ要はその海外ボイスとかを逆にこう日本でも遊べるような、こう龍が如くセブンインターナショナルっていうあのパッケージもその後出したんですけど、その表紙とかはそのライクアドラゴンの表紙使ってたりします。これもだから龍が如くシリーズのこと初めてじゃないですかね、そういう見せ方をしたのは、はい、かといってこう全部言うこと聞くっていうスタンスにはもちろん取らないですし、我々が作るものがまず中心にあって、そこをうまくこう何でしょう、伝わりやすいラッピングでこうプロモーションしていくみたいな、そういう順番ですけど、はい、海外向けに改良するにあたって横山の懸念は、全部なんかコアに寄りすぎてる気がするな、目線が。そこで今回のプロジェクトのコンセプトを改めて伝える。この美しい日本のこの世界を剣劇アクションと声ので RGG スタジオが作った最新のゲームです、アクションとして楽しんでねなんだよね、世界での売り方は。あの確かおっしゃる通り、あの当時まだあのファンへのラブレターだっていうところであの話が進んでる時代に尻を切っちゃったんで、立ち位置変わった時に変えなきゃいけなかったなっていうのはちょっと反省してます。なるべく龍を知らないやつにこれ社内でもテストさせた方がいいだろうな。そうね、うん、それでどういうふうに思うか、脳知識でできることがやっぱ大事だ。各パートへの課題が浮き彫りになった。どんな答えを導き出すのか。そして2022年4月、龍が如くシリーズに欠かすことのできないこの人が登場。こんにちは、黒田孝也です。今日が収録初日です。シリーズ1作目から主人公桐生一馬を演じ続けてきた黒田孝也。桐生が最後に登場した作品から3年の時を経て迎えた今回の音声収録。人生は一度きりだ、もしもはない。
どっちを選ぼうが地獄でも、自分で選んだ地獄なら、そう悪いもんじゃねえ。人の人生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。久しぶりだな、春日。はい、先ほどテストでいただいた際は若干ちょっと春日に対して優しめに感じられたんですが、もう若干ぶっきらぼうで大丈夫です。はい、あと間違えられるニュアンスをわざと桐生が遊ぶのかな。まあ、フリーズ。そうです。あの言い方自体はごくごく厳しめに言ってしまって大丈夫です。そうですね。はい、はい、演出について議論を交わしながら黒田は桐生一馬を構築していく。何がすごいって、桐生一馬の視点でシナリオ全部読んだ人なんて世界に黒田さんしかいないんだよ。だから彼らがアドリブでやったりこうしたいって言ってくることは大概合ってるんで、実は俺たちより書き手より目線が違うんです。俺たちより理解度が実は深かったりするんですよね。超えちゃうんですよね、書いてる側を。いないんだ、キリをあれだけ理解してる人は実は。なんか黒さんの感想はいつも気になるね。どう思ったかっていうのが、主人公としてっていうよりはもうあの人キリュウカズマだからそう、キリュウカズマとしてどう思いましたっていう世界だよね。それを世界で唯一答え合わせができるのが黒さん。もはやキリュウカズマ自身、そう言えるほど役に入り込み長い年月を生きてきた黒田は、キリュウを自分の中に入れて、私が桐生の中に入って、とにかく超リアルに桐生の人生を表現できたらと思ってます。3年ぶりですか。だからこんなに長いこと桐生を演じなかったことがないので、先ほどセリフをちょっと撮ってて、もうひたすらなんか嬉しかったっていう、ワクワクしながらやってましたね。あとだけど3年ぶりなのに、もうほんと20年弱ぐらい前から桐生を演じているので、台本読んだ時点でもう桐生っていうのがもうスッと入ってくるっていうか、そういう感覚はありましたね。はい、桐生ってアニメのヒーローと違うので、人間だと思って演じているので、どんな屈強な男でもやっぱり年には抗えない部分が多少なりとも、どんなに努力してても多少なりともあるんではないかという、それでちょっと疲労感が出たりとか、そういうもの、あとは多分年齢とともにさらに、広く物事を見れるようになったりとかしているんではないかと。年とともに視野を広げる、何かを伝えたい時でも周りの人間たちもいるわけで、そこへの意識とかも生きながらセリフを喋ってたつもりなんで、もう一つその桐生って年を重ねた分、広く考えながら周りを見ながら今現在にある言葉を吐いてるのかなっていうのは意識して演じていくと思います、これからも続きも。よっしゃ行こうぜ、キリュウさん。先日発表された最新作の映像にも登場していたキリュウカズマ。黒田の意気込みを尋ねた。久しぶりにキリュウがたくさん出ますので、大活躍しますので、皆さんお楽しみにしてください。頑張ります。帰ってきた桐生は果たしてどんな活躍を見せるのか。音声収録の合間、黒田は最新作の途中経過をチェックしていた。これは流せないでしょ、当たり前相当やばい今
出せないものが映ってダメを取っちゃう。おーすごいな。すごいでしょ。これは楽しみですね。ここのシワとかも前より増えてると思うんですよ。首とか、うんうん、年出るじゃないですか。はいはいはい、リアルですな。ありがとうございました。まだ言えないもの見ちゃいました。それではどうもお邪魔しました。お疲れ様です。2022年4月、お願いします。さまざまな課題が見つかった会議から1ヶ月。まずは白髪竹地のひげの白髪具合、眉毛で検討します。はい、リアリティを出そうと白髪に黒い毛を混ぜて修正したという。するとなんだろうな、大丈夫かな。修正後の竹地のデザインに対しある懸念が。びっくりしねえ気がするな。なんか馴染みすぎてて煽った割には普通だったっていう、その変な絵にならないのが今不安です、ね。あ、元結構黒黒してるんで。わかるんだけどさ、ずっと合わねえじゃん、竹内も。だからまあ結構長いこと同じ人ですね。そう。シーンのつながりで確認してみると。鏡で自分の顔を見てるか。何があったんだよ。これびっくりしねえっすか。そんなになっちまうんだよ。相当普通だねこれ。やばいな。違和感がなさすぎるから。リアルだ。いやいや、ちょっと老けただけだけどって言われそうじゃんこいつに。そんなって見てるよ鏡って。いや、もうちょっとごめんなさいね。前直させたけど、もうちょっと病的にしろ。病的にしろ。かしこまりました。調整します。あんまり持ち越しってないと思うんだよね。であと辞めるに関しても迷わないかな。スパッと辞めたりもするので意地は、まあ、通さないかな、うん。絶えず進化を続けてきた龍が如くスタジオにはそんな姿勢が貫かれているのかもしれない。そして課題となっていた辰姉のデザインについて。デザイン的にはまあ1000じゃない1を押したいんですけど、はあ、そう結構動くので。これモーション的な都合ですね、うん、そうですね。いいんじゃね。3番の方がでも親分っぽいけどね、うん、あ借金取りは3番な気がするんだ。あ、うん、本当はね、うん、でもなんか1でドスヤクザっぽくするんだったらなんかドスを入れるとか懐に、うん、なんかあると思うよアイコンは、うん、だ要は借金取り の, その設定に合うような感じにしちゃえばいいんだと思う、うん、なんかを入れてどっちでもいいっていう指示をかなり出す。君が決めなさい。失敗してもいいとこだから。失敗できるんですよね、うん、プロジェクトって。プロジェクトっていうかゲーム作りも量が多いから、うん、その80点が100点かみたいな世界だったら別に80点のものを作って入れて反省すればいいじゃない、うん、0点だったら使わないからその前にスタッフを信頼すること、そして失敗を恐れずに挑戦できるチームは龍のように進化を続ける。龍が如くスタジオの熱き戦いの日々は続く。次回、衝撃の発表がされた RGG サミット、その裏側に完全密着。入門。そして熱気に包まれたリアル開催の東京ゲームショーも。